楽天グループ株式会社はインターネット関連サービスを中心に展開する日本の企業、インターネットショッピングモール、楽天市場、総合旅行サイト、楽天トラベル、フリマアプリ、楽マなどの EC サイトを運営する日経平均株価の構成銘柄の一つ、通信、金融、不動産、スポーツなど様々な業種の企業を参加に有しており、これらで構成される。 企業集団、楽天グループの中核会社かつ事実上の持ち株会社である。本校では法人としての楽天グループ株式会社及び同社の参加企業からなる楽天グループ全体について述べる。日本工業銀行出身の三木谷博士が1997年に起業した EC モール運営会社、株式会社 MDM を起源とする。 EC モールの名称に用い、1999年には、称号にも用いた、楽天は、安土桃山時代の楽市、楽座のような、人々で賑わう市場を、インターネット上に作りたいという思いと、明るく前向きに、楽天的に行きたいという思いが込められている。2000年のジャスダック上場以降、積極的な M&A とブランドの一体化による、相乗効果により、 事業範囲を拡大させ、国内に1億以上、世界で約14億のグループ会員を有している。e コマース、デジタルコンテンツなどのインターネットサービス、クレジットカード、銀行、証券、電子マネーなどのフィンテックサービス、携帯キャリア事業などのモバイルサービス等、合わせて70以上のサービスを提供するコングロマリットである。これらのサービスを 楽天会員を軸として有機的に結びつけることで独自の楽天エコシステムを形成している。グループでは社内カンパニー制を導入しており以下の3つのセグメントの下で事業を展開している。インターネットサービスセグメントフィンテックセグメントモバイルセグメント2015年6月22日よりグループ企業を集約し効率化を図るため本社を 東京都世田谷区多摩川の二子玉川ライズにある新社屋楽天クリムゾンハウスの地上を2階から27階に順次移転し9月下旬に一部の関係会社を除きおおむね移転完了移転前の本拠地2003年10月に本社を東京都港区の六本木ヒルズ森モリタワーに移転したが業務拡大による人員増大と拠点分散を解消するために 品川シーサイドフォレスト内に2006年9月から2007年8月にかけて本社の移転を行った。ビルには楽天が退去するまで楽天タワーと名付けられていた。地上23階建て、延べ床面積3696平方メートル。なお、最寄り駅となる東京臨海高速鉄道臨海線品川シーサイド駅の表示板の傍らには、 2007年8月1日から2015年7月31日まで、副名称、楽天ターマーや楽天マークの表示板が掲示されていた。2020年8月現在、日本の東京都内4拠点の他に19の支社、1つのオフィスがある。その他、アジア、ヨーロッパ、南北アメリカ、オセアニアにおいて事業展開している。 他社のサービスを買収することで事業を拡大していったため提供するサービス名が統一されていない状態が続いていたので楽天ブランドへの一体化を進めている。また2006年から楽天の文字の真ん中に赤丸に白抜きの R を組み合わせた佐藤柏によるデザインのロゴに統一していった。同時にファックスシートや封筒等の社内書類も佐藤柏デザインのものを導入していた。 2018年7月2日からは漢字の1をモチーフにデザインされたコーポレートロゴに一新され楽天カードや楽天生命保険などのグループ会社のコーポレートロゴや楽天市場などのサービスロゴも順次新ロゴへ切り替わっている創業以来の EC 事業と M&A や業務提携を近年積極的に行っている売上の 約4割を占める金融関連の事業が中核になってきており、本業が金融会社の色合いが強くなってきている。また、多額の有利子負債を抱えることはない。楽天は2006年5月に発表された平成18年度第一四半期の連結決算では、ネット市場などの EC 事業カンパニーの売上が、前期比84.4%増の127億2000万円で、 あり、収益向上の理由として利用料の変更とカード、決済サービスを上げている。一方で、2006年1月から3月現在の、新規出店数は1460店、退店数は836店と発表している。前期の新規出店数2126店、退店数802店と比べて、店舗数は減少しているが利益は増加している。この原因として、 2006年6月28日のザクザクの分析では2002年に基本料金に加え100万円以上の売上やメール配信数に応じて超過料金を徴収する重量課金制度を導入したことにより店側の支払いを今までより一気に5倍に増やしたことに加えて2006年に売上100万円までに対して約4%の システム利用料を課金する制度に改定されて、店側の負担がさらに増えたことにあるとしている。楽天グループは、新卒雇用社員の新人研修において、家族、親族、知人、友人を勧誘して、クレジットカードに入会させるという課題を設定している。この勧誘によって入会した者の個人情報には、紹介者 ID が付記され、新卒の誰を経由して入会したかをしが、 把握できるようになっている。2012年7月より、社内公用語の英語化を実施しているが、成果及び高評価とともに、弊害も報じられている。2016年7月より、社内規定上の配偶者の定義を改定し、同性パートナーを含むものとすることとした。楽天の従業員は、同性同士であっても、パートナーの両者及び、第三者の承認による署名が記載された。 会社指定の書類を提出し受理されれば配偶者を持つ従業員が対象とされる福利構成を受けられる。楽天の完全子会社が運営するプロスポーツチームでは2019年シーズンから両チームの運営会社が管理者として運営するホームスタジアムでの主催試合の開催日にスタジアム内外の全店舗を対象に完全キャッシュレス化へ取り組んでいる。 完全キャッシュレス化とは、スタジアム内外の店舗やカウンターで、物品や観戦チケットを購入する場合の、決済手段を原則として、楽天ポイントカード、クレジットカード、デビットカード、楽天ペイ、楽天エデに限ることを指す。現金の収支を一切実施しないため、初犯の事情で、クレジットカードを保有していない観客や、該当するキャッシュレス決済手段に、 馴染みのない観客には2019年からスタジアム内に新設した楽天キャッシュレスデスクで対応。現金の両替、楽天エディカードのレンタル、販売、現金チャージ機の運用といったサービスを提供している。ただし、東北楽天およびビッセルが関与しない試合を開催する日には現金も物品や観戦チケットの購入に利用できる。この取り組みについて、 楽天の担当者は、球場で完全キャッシュレス化をすることによって、街中に、それが広がり、日本のキャッシュレス社会を後押しすることになるのではないか、と、キャッシュレス社会の推進を担うための取り組みであることを示しているが、ハフィントンポスト、日本語版はこの取り組みを、社会実験と評し、キャッシュレス化で来場者の購買行動はどう変わるか、どの時間帯にどんなものがどれだけ売れるのかなど、 貴重なデータを膨大に集めることができると指摘している。なお、東北楽天では2020年シーズン開幕から、同年春に開始予定の楽天ペイと東日本旅客鉄道発行の電子マネー、スイカの連携サービス開始に先駆けて、新たに交通系電子マネーも追加されることになった。1997年5月1日に開設されたオンラインショッピングモール。 2021年3月1日現在、出店数は53,641、商品数は約3億点と、国内最大級の規模を誇り、2020年12月期には、楽天市場単体で、流通総額が3兆円を突破した。日本国内における EC サイトの売上高としては、ヤフージャパンが展開する、ヤフーショッピングやアメリカの Amazon.com、 日本法人が展開する Amazon.co.jp を上回り、国内最大手である。会社概要に、主な連結主会社、主な持ち分法適用関連会社の記載がある。なお、中華人民共和国と台湾では、ロッテは、楽天と表記されるが、東行の楽天グループ株式会社と関係がない。2005年7月23日に3万6000件の、 個人情報漏洩事件が発生し、楽天は出店店舗からの情報漏洩と発表。同年10月27日、出店店舗の元社員が店舗に付与された ID とパスワードを使用し、不正アクセスを行い、その際に盗み出した個人情報を名簿業者に売ったとして逮捕された。楽天はこの事件を受け、三木谷会長自らセキュリティ本部長となり、 店舗がクレジットカード番号、メールアドレスを閲覧できなくなるとする対策を発表した。その後、2006年2月までの暫定処置として、一定店舗にクレジットカード情報取得を許可するとし、後にその期限を延長するとともに、2006年9月末頃までに全店舗クレジットカード情報を非表示化すると説明した。しかし、2009年6月現在も、上、 新電機などの企業旧社に対し、クレジットカード情報を1件10円で提供している。また、一定の店舗に対し、メールアドレス情報の有償ダウンロードも認めている。楽天は、このダウンロードについて、審査、正当な理由に基づいており、個人情報保護方針は遵守しているとする。また、ニュースサイト、ギガジネによれば、楽天の店舗が、 楽天からの注文確認メールの CC 送信及び店舗お客様情報検索画面からの取得閲覧が可能であるとされる。上記に関連して楽天市場だけで使っていたアドレスに宛名に本名が記された迷惑メールが大量に届いているという。それに対して楽天広報室は出店者に提供したアドレスが流用されたという事実は確認していない。 迷惑メールがなぜ届いているかについては調査中としている。三木谷社長はこの問題について、クレジットカード情報を渡す旧社については、規約で、この店舗は特別だから、カード情報を渡しますと書いており、メールアドレス1件10円はあくまでシステム手数料であり、独占禁止法との問題から、メールアドレスを渡さないということについては、実現していないと述べた。 コボタッチ初期不具合とレビュー非表示化2012年7月19日に楽天から発売された電子ブックリーダーコボタッチは発売日から4日間クライアントアプリケーション及びネットワーク帯域の不備によってアクティベーションができない状態が続いたその際期待を裏切られたなど星一つレビューが殺到し楽天は史上初めてレビューを非表示としたなお 楽天側からは担当役員による混乱を避けるため、一旦状況を正常化させていただいてから、レビューを再開したいと考えています。レビューを非表示にしたのは緊急の一時的な措置で、投稿されたレビューの削除は考えていません。コボタッチは大変インパクトの大きい商品。そのインパクトの大きさから特例中の特例として、今回はやむを得ず、非表示にしました。 レビューを非表示にしたのは楽天史上初ですとの説明があった。しかし、一方では、三木谷社長自ら、ネガティブな口コミはご情報だから消し、内容を吟味して再掲載するという評価の操作を行う、胸のコメントも残している。掲載書籍数の古代表示電子書籍、コボの書籍点数が少ないという指摘に対して、 三木谷社長と担当役員は2012年7月27日に、7月中に必ず3万点を揃える8月末までに約6万冊を実現すると説明していたが、実際に3万点を超えたのは2012年8月27日、6万点を超えたのは2012年9月24日であった。2012年10月、消費者庁は、 掲載書籍数の古代表示に対して、景品表示法における有料誤認に該当する恐れがあるとして、口頭で行政指導を行い、楽天は真摯に受け止める等と発表した。ウィキペディアの電子書籍化電子書籍個々において、2012年9月18日に、ウィキペディア日本語版に掲載されている作家の人物記事342点をコピー、加工した上で著者、 発行元とも、ウィキペディアの名義で、デジタル著作権管理のある状態で、無料配信された。デジタル著作権管理のある配信は、クリエイティブコモンズのライセンス違反にあたると指摘され、その後、デジタル著作権管理のない状態にしたものが、配信された。優勝セールで販売店による価格の不当表示プロ、野球、東北楽天ゴールデンイーグルスの日本一を、記念した。 楽天市場の優勝セールにおいて一部の店舗で割引の根拠となる通常価格を高めに表示する不当表示がなされていた。この件について楽天は2013年11月7日時点で問題視される商品が約20店舗1000店に上ることを明らかにしている。なお、不当表示を行った業者に対する厳罰を望む声とともにそもそも77% オフという大幅な割引キャンペーンを一律的に実施することに無理があったのではないかと評する報道もある。また、優勝セール以前に実施された楽天スーパーセールにおいても二重価格表示が横行していたと報じられている。楽天は当初、この20店舗は楽天の審査を経ずに勝手に優勝セール表示をしていたと発表したが、そのうち3店舗は楽天が 価格チェック済みの正式な優勝セールだったと訂正を行った。勝手にセールを行っていた17店舗は1、ヶ月間のサービス停止処分が下されたが、当初より問題となっていた、卸元で2365円なのに、元値12000円のシュークリームを売っていた店舗を含む3店舗は、手続き上問題がなかったため何の処分も下されなかった。店舗側から、 楽天自体がこのような表示方法を指導していたとの声が上がるが、楽天はその疑惑に対して当初関与していないとしていたが、後に楽天は社員18人が出店店舗に対して元値を釣り上げて安く見せる不当価格表示を提案していたと発表し、謝罪会見を行った。楽天社員による販売店への割引偽装指示2014年3月、楽天側が 出店者に対して参考価格偽装を支持していたと報じられた。楽天は全出店店舗対象の調査をしたが、調査手法に監視疑問が報じられている。楽天で出店しているとスーパーセール等で楽天の EC コンサルタントから高い割引率の商品の出品要請を受けることがある。この際に出店者が楽天の EC コンサルタントより、 定価を倍額にすればいいと実際にはありもしない、値段をつけて客に半額と思わせる手法を指示された、スーパーセール参加に必要な楽天の審査は、高価格販売のダミーページ作成等でパスすると、指南されたと報じられた。不当二重価格表示問題に関する調査の結果、楽天は2010年以前から2013年にかけて、従業員の関与を認めたが、 組織的な提案ではないと判断した。2014年4月、消費者庁は不当な二重価格表示について、景品表示法における不当表示に該当する恐れがあるとして、再発防止を文書で要請し、楽天は真摯に受け止め、再発防止策に取り組む等と発表した。その後、通販新聞が5月中旬に実施した調査では、楽天による 調査結果を上回る規模で社員による不投票事提案があったと報じられている。楽天市場において第三者の権利を侵害する商品等が販売され報じられたことがある。2012年2月、チュッパーチャップス商標権侵害訴訟において取引場所の提供者としての楽天の責任を認める判決が下った。2014年6月6月17日付の お米部門で楽天ランキングで8位、9位、15位に入り、楽天市場ブレンド米ランキング連続1位、獲得したお米のライズで販売されていた、国産10割表示の商品について、実際には中国産の米が混ぜられていたことが、京都府警が民間企業に鑑定委託した結果明らかになった。京都府警と福井県警は株式会社、 ライズの本社や社長宅を不正競争防止法違反で家宅捜索し、米の入手経路や流通量を調査している。大阪府大阪市北区内のコンピュータシステム関連会社が楽天市場に出店した店舗に依頼され、口コミ評価を釣り上げる目的で架空投稿を繰り返した。この影響で楽天側は公正なサービスを提供できなくなったなどとして、 システム会社に対し、本来得られていたはずの広告料収入の支払いを求め、大阪地方裁判所に2015年3月に訴訟を起こした。その後2015年10月12日付で、業者が不正投稿を認めた上で楽天に対し、和解金1000万円を支払う一方、楽天側が業者の刑事責任を求めない内容で、同地裁で和解が成立した。 2020年4月20日、新型コロナウイルス PCR 検査キットを関東1と4県の法人向けに販売を開始した。導入した法人は、キットを従業員に配布し、利用者は各自で鼻の粘膜などから検査資料を採取し、法人の指定する回収ボックスに投函する。その後、楽天が出資する遺伝子解析サービスのジェネスヘルスケア社が回収し、 約3日以内に結果を通知する。これに対し、ただでさえ、検査制度に課題のある PCR 検査を自己検体採取で実施することで、本当は、陽性なのに陰性と判定されて安心する、アクティブな感染者を生み出すだけ、仮に陽性と判定されても、結局病院などで改めて検査する。何の意味があるのか、などと、むしろ混乱につながると批判の声が集まっている。 日本医師会の釜谷津里史上無理事は安全性や正確性を疑問視するとともに企業が検査結果をもとに出勤の可否を判断すれば感染がかえって拡大し大きな混乱が引き起こされる可能性があると批判した。また横倉義武会長も今回の販売は大きな問題があると強く認識している。同様の事例が起きないよう 厚労省ともしっかり協議して対応しなくてはいけないと指摘した。2020年4月28日に、ジェネシス社の創業者で代表取締役の佐藤バラン入りの経歴詐称疑惑が報じられ、同日の取締役会で佐藤が辞任したことを受け、4月30日、ジェネシス社の新しい経営体制やコンプライアンス体制を精査するため、販売を見合わせることを発表した。 カテゴリー、楽天グループの人物も参照。ありがとうございます。